5秒前です。はい、5秒前、4、3、2、1。しののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たち。時刻は午後2時を回りました。しののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちの時間です。毎週水曜日、この時間帯を担当するしのです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組ではやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちを紹介していきます。この番組を通して皆さん一人一人がやりたいことを見つけて、あるいは思い出して始めていく、そんなきっかけ作りを応援する番組になれたらと思います。どうぞ本日も最後までお付き合いください。それではここで一曲お届けいたします。紫でダブルディーリングウーマン。かっこいい、これ言えないやつだ。かっこいい、コーナーかっこいいでしょ、かっこいい出だしが聞く、すごい。はい、じゃあ早速今日のゲストさんを、ご紹介したいと思います。先に動画でね、動画を見られてる皆さんにご紹介したいと思います。現在、大阪の方ですかね。そうです、はい、大阪の方で、オフィスなごみを経営されてます代表の夏井博久さんです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速1曲目にかけた紫のダブルディーリングウーマンっていう曲なんですけれども、はい、実は沖縄を代表する多分元祖ロックを、ね、はい、沖縄から配信した方々ということで、沖縄のロックの元祖紫さんのこの曲を選んだ理由を教えてください。はい、私福岡出身ということで、はい、音楽はもう子どもの頃からすごい興味あって、福岡フォークソングがすごく、ね、日本では有名なんですけど、チューリップとか海援隊とかいろんなグループ出てたんですけど、中学の頃やっぱりちょっとバンドしてまして、はい、ディーパープルとかサンタナとかいろんなの好きだったんですけど、はい、いつも行くレコードショップのおばちゃんが、これこんな曲好きなんじゃないって言って視聴させてくれたのがこの紫だったんですよ。でもう聞くなり、ちょうどこの曲聞くなり、なんか体中に電気が走ったような鳥肌が立ってうわーすごいなこれと思って、これ日本人が作ったんだと思って、で、この紫が作ったこんな曲を作る人たちとか、こういう曲を編み出した作った環境ってどんなとこだろうと思って、すごい沖縄に興味を持ちました。こっそり中学生だったんですけど、こっそり1年間アルバイトして、中学校の2年生の時この曲ちょうど発表されましたね、4月に。で1年間一生懸命アルバイトして、中学校3年生次の年受験なんですけど、夏休みに親に言うと反対されるんでちょっと高校生とか先輩と一緒にこういう紫がね生まれた町見に行きたいんで、一緒に行ってくれませんかってお願いしてすごいですよね。半分家で同然で沖縄旅行2週間ほど、はい、させていただいて、もうそれからも僕沖縄の虜で。あ、その時から、はい、そうなんです。ということはちなみにもう何年ぐらいですか。あ、沖縄ファン歴。沖縄ファン歴ですか。40年41年すごい、40年の歴史がすごいですね。はい、じゃあやっぱりもう沖縄の街ってすっかり変わりました。そうですね、当時、そのバスでうろうろして、でちょうど泊まるとこなかったんで、民宿のお兄ちゃんにちょっと仲良くなって、いろいろやんばるの方とかドライブしても連れてってもらったんですけど、やっぱり周りまだ何にもなくてね。そうだったんですね。はい、そうなんです。で、もうずっと来てなくて、20代待って自分でお金稼げるようになって、それから年に1度2度っていう感じで観光には来てたんですけどね。
すごいですよね、中学生の頃から、ね、まあ、こっそり来てたっていうね、今だったらもう、あの時効になってるかもしれない、ね、昔だったら多分、報道されてたっていう ね、 うね、あ、今、現代で言うと、そうですね、はい、その頃から家を飛び出してって、この勇気がすごいですよね。うち、ちょっとね、いろいろそういうのは自由にさせてくれてたお家だったんで、あ、そうだったんですね。はい、なんか旅行とか、まあ、サイクリングとかでね、うん、福岡だったんですけど、佐賀とか熊本とかは、うん、まあ、友達同士でよく行って、うん、2、3日泊まってキャンプみたいなことはもう小学校の高学年ぐらいから近所にはしてたんですよ。あ、そうだったんですね、はい、すごい、はい、だからその辺はあんまり、まあ、バレてもあんまりうるさくは言われなかったですけどね。あ、すごい、 ある意味寛大な。そうですね、これはお父さん側ですか、はい、お母さん側ですか。お母さん側ですね。10秒前です。寛大な、はい、ねえ、家庭教訓なのかしら。はい、4、3、2、1。さて、お送りしておりますしののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちの時間です。パーソナリティは私しのです。この後午後3時まで生放送でお送りしていきます。今日のゲストはオフィスなごみ代表で、波動研究家の夏井博久さんをお迎えしております。博久さんについてメッセージや質問などもお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 FM ギノワンのホームページからユーストリームやツイキャスで映像と音声をお楽しみいただけます。ツイキャスはツイッターとも連動しておりますので、たくさんのツイートお待ちしております。またスマートフォンで聞く場合はアプリリスラジをダウンロードしてお楽しみください。皆さん、お気軽にメッセージくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。さて、改めまして第16回目のゲストは、大阪の方に、オフィスを構えてらっしゃいますオフィスなごみの代表で波動研究家の夏井博久さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、博久さん、現在されているお仕事の内容について教えていただけますか。はい、一応オフィスなごみでは、医療機器の、まあ、販売卸がメインですね。それとサプリメントとか、そういうサプリメントメーカーさんの分を、仕入れて卸し小売販売をさせていただいてます。お、はい、ちなみに、お店ではどういった商品がよく売れていますか。ね、私店頭販売っていうのはしてませんで、はい、いろいろこういう沖縄にも何店か代理店さんがいまして、うん、そういう方々に卸しをして、そちらの方で販売させていただいているという形になります。あ、なるほど、はい、今回、博久さんと私が出会ったきっかけが、私の番組の第6回目のゲストかな、国吉翔子さんという方がいらっしゃるんですけど、その方から今日私がしているピアス、このピアスがですね、ちょっと面白いんですよ。なんと頬のね、頬がリフトアップできるピアスっていうのがありまして、ちょっとね、動画を見てる方にはお見せできるんですけれども、こういったピアスですね。ちょっと見かけは、真珠のようなね、しかもリバーシブルの真珠なんです、はい、真珠って、ね、そういうパールのピアスなんですけれども、これを私が興味を持ちまして、翔子さんが、まあ、夏井さんを紹介してくださった。はい、っていうのがきっかけです。ね、はい、でこれをね、私自身が興味を持って、なぜこの、まあ、リフトアップのできるこういった、うん、ね、アクセサリーを開発したのか、はい、ね、うん、ま、その辺ちょっとまたね、はい、お聞きしたいですね。ですね、うん、まあ、リフトアップというよりは、はい、血液の流れとかを良くするというね、まあ、正常に戻ってるという形なんですけどもね。そうか、はい、通常の位置に戻してますよっていう、うん、決して上がってるってわけではないんですよ。でもなんか、はい、私鏡見た時に本当にフィッて、はい、まあ、そういうなります。効果的には、ね、効果的には、なるほど、はい、整えたらそうなるのは自然なんだ。はい、なるほどなるほど。で、まあ、その前にちょっとこう、うん、テープを
作りまして、はい、で体、まあ、スポーツ選手のためにそのスポーツ障害が残らないようにという考えで、はい、まあ、アスリート、私もいろいろスポーツやってて、まあ、今も実際にあの肩とかスポーツ障害みたいなの残ってるんで、年取ってもそのスポーツ障害残らないような、いろいろやって怪我をしないような、まあ、テープというのいろいろ出てるんですけど、実際に効果となるとどうかなというのがやっぱりあるんですね。で実際に効果が出る、まあ、体をね、しっかり守ってくれるテープが作りたいなということで、まあ、ずっと考えてまして、まあ、一昨年の9月にできまして、はい、でそれをいろんなところに貼って、である日あのイベントに出て、まあ、耳の後ろとかにいろいろ貼ってみると、その、まあ、最終的にリフトアップという効果になったんですけども、その顔が元気になりますよということで、おばちゃん、いろんな、ね、お客さんから言われたんですね、大阪の元気なおばちゃんたちから。でもお兄ちゃん、こんなところに、ね、こんなテープ貼るの恥ずかしいと言われて、もうちょっとこうおしゃれなのないの。じゃあその当時こんそうなんですよ、普通のね、はい、普通のテープっていうかね、絆創膏みたいなピッペル一番やっぱり貼る、ね、ちょっと商品名言うとなんなんですけど、ちょっと恥ずかしいって言われて、でそこにちょっとあのいろいろ細工してスワロフスキーとかいろんなものをつけて、テープで作ってたんですね。でテープはやっぱり使い捨てになるから嫌だっていうことで、その使い捨てじゃなくてずっと使えるのないのかなっていう相談を。確かに確かに、はい、やっぱりあの大阪のおばちゃん、さすがに金銭的にはね、あの、まあ、賢いというか、そういうのがあるんで、まあ、それであの使い捨てにならないちゃんとしたピアスタイプとノンホールタイプ、挟むタイプの分を作ろうと思って、まあ、いろいろいろんな方と相談しながら、私が持ってるいろんな技術を作って、で、まあ、1年ほど前にやっと、まあ、半年ぐらいかかってできたっていうのが、今しのさん使っていただいてるピアス、まあ、ピアスだったり、はい、このテープだったり、テープ、このテープの名前は、あ、エナジーライフのハイパフォーマンスボディーテープ、ちょっと長いんですけど、いやでもすごいですよね、はい、このテープがあの使い捨てではなくずっと使えるっていうね。そうなんですよ。でしかも貼るとあのその周りからだんだん体が温かくなって、で怪我とかも、ね、防止できるような内容になって好評を得ているっていう、それを開発したのが夏井博久さんなんですよ、はい、ありがとうございます。いや本当にすごいですよ、ね、まあね、いろんな使ってくれてるスポーツ選手たちもね、あのいい成績出してくれて、はい、こちらのもすごい感謝して、ちなみにこの間年末の那覇マラソンでね、はい、女子で頑張って2位になってくれた、本当身長143センチぐらいしかない、私よりちっちゃい、はい、すごいね、小さい可愛らしい吉住先生っているんですけど、まあ、吉本興業のチームで走ってる子なんですけど、その子もずっと開発の頃からこうでもないああでもないって言ってやっぱ体壊してたりして、それがやっぱり改善したということでね、今でも喜んですごい開発協力してくれてます。すごい、いやおめでとうございます、はい、ね、あまあ本当に裏でもね、いろいろとあの成果を出しているっていうことで、はい、ね、これが活躍されているってことですね。はい。はい、で、それに関する、まあ、お話なんですけれども、まあ、今日はエネルギー、はい、ね、エネルギーに関してのお話とかも聞いていきたいと思います。これはセミナーとかでも、あ、はい、されてますか、ね、セミナーもされてるということで、そうですね、毎月一度、うん、まあ、1週間沖縄だいたい第2週目に来て、うん、沖縄市はちょっと代理店さんのところで本当小話程度でしかやってないんですけど、はい、那覇と、読谷村と、うんうん、あと名護の方ではちょっと代理店さんに声かけさせてもらって10人20人ぐらいの小さなお茶会のへのお話なんですけども、はい、毎月させていただいております、はい、どんな内容で、まあ、エネルギーのお話ではあるんですけれども、そうですね、もう一般的な波動という、うん、波動研究家というね、ちょっとすごい名前なんですけど、まあ、そういうちょっと波動といっても微細振動なんですけどもね、はい、そういう、まあ、微細な振動が体に受ける影響とか、その心に受ける影響とかね、そういうテープもそういう波動処理って微細振動処理を施しているので、それがどういう体に影響を与えるかっていうのをいろいろお話しさせてもらってます。
ちょこっとなんかじゃあ、あのさらっと少しだけお話聞いても大丈夫ですか。はい、うん、まあ、テープで言いますと、ここにあの、まあ、いろんな一般的に言うと磁気とか放射線とか、うん、ああいうのも全部電磁波で、うん、微細振動なんですね。おお、はい、はい、だからそれをいかに体にマッチングさせるか、体の、うん、痛みっていうのはプラス電子が通ってるって言われてるんですけども、はい、でプラス電子が帯電してる痛みのところに、うん、マイナスの電子を当ててあげると中和して痛みが消える、ね、なるほどそういう効果があるんですね。プラスマイナスでなんか考えたら、そうなんです、電気で、電気自体も微細振動なんで、うん、何キロヘルツって言いますよね。ラジオのこう電波なんかと同じようにやっぱりあの振動なんで、うん、そこにマイナスの振動波を当ててあげる。このテープにしてもマイナスのイオンというのが、うん、まあ、触媒効果って言いますかね、うん、ちょっと難しいんですけど、そういう、まあ、光とか光触媒っていうのがあるんですけど、はい、まあ、それに似たような効果でその体の痛みっていうのを防ぐっていう、ね、決して医療器具じゃないのでね、はっきりとは実証っていうのはなかなか難しいんですけども、まあ、そういう体の動きを良くしてあげたり、はい、まあ、心の、ね、ケアにもなってくるんで、うん、痛みっていうのはやっぱりかなりストレスになりますので、ね、うん、はい、そういうのを少しでも減らしてあげればいいかなと思って。わかりました。は、素晴らしいです。はい、ではね、あの後半もまたあの引き続き今度は心についてね、あのお話しいただけたらと思います。ではここでまた一曲お届けしたいと思います。ザ・モッツでバラッドをお前に。ではここで、あのすいません、ちょっと私ペンをあの取るの忘れてしまったので、あの取りに行きます。あ、大丈夫です。あ、あとあの後で後半使う DVD をちょっとあの取りに行きたいので、ここでじゃあちょっとお一人お任せしてひろきさんとお任せして、まずあのザ・モッツのバラッドをお前に選んだ曲に、はい、あ、理由について。はい、これモッツって言ったら、ちょっと失礼します、はい、お願いします、はい、モッツ、ここもすごい古いバンドなんですけど、あの福岡出身、森山さんって北九州出身の方と、あと、まあ、福岡でいろいろ頑張られた方々が、まあ、日本よりもどっちかでイギリスとか海外で、はい、有名だったんですけど、その中で中学校の時の先輩がドラム叩いてましてね、で、わあすごいね、もういつも学校で会っててお話ししてる人が知らないうちにこんなに夢になってると思って、頑張ったらできるんだな、夢を持てば、しっかり持てたら夢って本当に叶うんだと思ってね、目の前で本当にいつも一緒にいた人がテレビに出てたりコマーシャルに出てたりっていう、すごい目の前でそれを一番初めに実感したっていうのがモッツなんですね。で、この曲すごいあのバラッドを前にした曲が好きで、まあ、もう一曲あの、うん、いい曲、コマーシャルになった曲もあるんですけど、うん、でこれを聴くと、うん、その中学校の頃の先輩の思い出とか、そういうのを思い出して、頑張ればやっぱり夢は叶うんだって。あ、素晴らしいお言葉です、はい、まあ、頑張るっていうのは僕はあまり好きじゃないんですけど、うん、夢を持ち続ければやっぱり叶うんだなっていうのを先輩から学んだ第1回目の本当に気づきだったんでね。へえ。しかもね、なんかいろんな芸能人の方とお知り合い、ね、っていうことで、さっきお話聞いてびっくりしましたけど、あの福山雅治さんと同じ誕生日だそうです誕生日だけです2月6日生まれで、2月6日生まれの方はどういった性格なんでどうなんでしょうね。どうなんで、あの夏井さんはどういった性格だとご自身では思ってますか。ですか、控えめでと思います。はい、ちょっとお見せいただきます。よく言われるのはこだわりじゃないけど追求するのが好きですよねとか言ってますね。あ、だか
から研究家なんですよね。だと思いますね。小さい頃からですか、それは。そうですね、小さい頃から機械扱ったりするのは、うん、やっぱり好きで、壊しては作り直して壊しては作り直すそういう、ね、わざわざ完成してるのに。そう、へ、面白い。小学校の頃からあの近くの解体屋に行って株号のエンジンもらってきて自分でバラしたり組み立てたりです。すごいこれはそんなの好きでやってました。へ、よく怒られてました。あ、怒られて育ってまあでもね、好奇心旺盛ってことですよね。そうですね、やっぱりその辺はありますね。まあ、それを認めてくれてた親には今すごい感謝してますけど。あ、そうですか。すごい、なんかそばにいるだけでなんか私までいろいろ追求したくなるような、そんな感じです。で、あのこの、波動についてなんですけれども、はい、さっきあの生放送であのお話しできなかった部分について、うん、また面白いお話教えてください。実践的なとこですね、うん、いいと思います、うん、はい。まあ、波動っていうのを、まあ、一番分かりやすいっていうのは、うん、やっぱりあの電気信号でいうと目に見えるもの見えないものっていうのがあるんですね、うん、で実際に見えるものっていうのは、まあ、光とか、まあ、光ですね。であと聞こえるもの音とか色とか香りとか、あと、はい、口もそうですね、食べるものもそうですね。全て体に感じるものは波動、まあ、人間の体は波動センサーだっていう先生もおられるんですよ。世の中すべてそういう波動っていうか微細の振動で全て成り立ってますよっていう説があって、で見えないものはやっぱり電波とか、まあ、空気中、うんうんうん、今こうやって空気息吸って空気吸ってるけど見えないんですけど、空気がないと人間って生きていけないですよね。確かに、うん、ね、うん、でこの中には何があるのって言ったら、全てのか人間に必要な栄養素というのは空気の中に含まれてるんですね。水分もあるし、いろんなミネラルもいろんなものが含まれて、まあ、それを空気を吸いながら栄養素に全部変えて、でそれも全て光の中にある電気信号だっていう先生です。全てが生きるためのスイッチ。あげます。あ、はい、ありがとうございます。はい、あげます。さて、お送りしておりますしののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちの時間です。パーソナリティは私しのです。この後午後3時まで生放送でお送りしていきます。今日のゲストは、大阪の方にオフィスを構えてらっしゃいますオフィスなごみの代表で波動研究家の夏井博久さんです。後半も引き続きよろしくお願いいたします。さて、前半の続きなんですけれども、波動から心についてのね、お話まで聞きたいということで、続いてあの心についての面白いお話をお願いいたします。ね、まあ、心、波動と心っていうのね、どこが共通するのかなって、まあ、いろいろ私も昔考えてたんですね。で、いろいろ考えてる中で、はい、考えっていうのはどうして考えるんだろうと。うん、どうして考えるんですか先生。ね、どうしてでしょうね、はい。まあ、頭の中で物事を考えた時に、うん、全て頭の中で脳が電気信号を起きる。おお、はい。で頭の中で電気信号が起きて、うん、そして手足を動かす、うんうんうん、で目に映るものも光も全部電気信号、微細振動なんで、微細振動を目の光として受け止めて、うんまあ、眼球からその電気信号に変えて脳に電気が行くでしょう。確かにそういうことか。で嗅覚もそうなんですよね。うん、で嗅覚は一番脳に早く到達するものだということで、はい、その香りを嗅ぐと 0.2 秒で電気化して脳に届くっていう、そういう研究結果も出てるんです。だから癒し効果とか、うん、その苛立ちとか、うん、その精神を安定させるのはやっぱり香りにはすごい強い力がある、まあ、好き嫌いもありますけどね、いい落ち着くような香りを嗅ぐとやっぱり一番初めに脳に到達するのは香りだって言われてます。なるほど。で味覚もそうなんですよね。味覚もやっぱり口の中に、苦い辛いそういうのが入ってきた時にやっぱり電気信号としてベロ舌がね口の中で、味覚を捉えて電気信号に変えて全部脳に行くと。
まあ、体すべて、はい、人間は波動センサーだ、微細振動を受け止めるセンサーで、それをすべて脳で電気信号に変えて次の動作にする。ああ、そして心につながっていく、まあ、心というとまあ感情になるんですかね。そうですね、感情ですね。ただ脳っていうのは面白くて、うん、あの現実か非現実かが分からないってよく言われますよね、うん、はいはい、だからそれを利用しているのがアスリートさんたちがやってるイメージトレーニング。あ、だから体を動かさずにイメージ、目を閉じてイメージをずっと繰り返して、自分が苦手なことを一生懸命一生懸命考えて現実に近づけていくと、脳は体は動いてないけど脳はそれを行動をやってるということで、脳の中ではそういうできてしまう電気信号を一生懸命考えて次の動作に行けるように。だからあのスポーツ選手なんかイレギュラーのことが起きた場合に常にイメージトレーニングをしてる場合ようなことがイレギュラーで起きた場合でも対応できるというのがね。あ、はい、あ、 A は、まあ、あのうまくいく方法イメージ、まあ、うまくいくのはイメージしないってことですか。イメージ、イメージもする、イメージしますね。で両方 B の悪いイメージも想定内にイメージしておいて、 想定して、うん、まあ、それをどういうふうに回避していくか、へー、というイメージをどん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 つけて、うん、もう頭の中ではどんなことが起きても対応できるというトレーニングをしていく。すごいですね。それを全て、うんうん、あの脳の考え、ね、うん、でそれから考えていってもっと吹き込むと、うん、その脳が考えること、これってあの微細振動ということは、今脳が考えてることっていうのはコンピューターとかでもね、電気で今脳波測れるじゃないですか、うん、あ、はい、そうですね。ということは外にも出てるんじゃないかなと思ってね。うん、そんな、はい、うん、そう思います、はい、だから昔の人ってこうあまり言葉を交わさなくても、うん、まあ超能力じゃないですけど、あ、日本語にもありますよね、はい、阿吽の呼吸とか、だからしっかりそういう思いを頭で考えれば、言葉に出さなくても相手に伝わるというね。なるほど。だから自分の思いをそういう、まあ、プラスイメージっていうとねちょっとあれなんですが、常にその思い続ける、流れ星の時に流れ星が落ちたって言った時に3回唱えると現実になるよ。ああ、ありますね、はい、なかなか無理ですよね。そういう夢を常に考えてるっていうのはなかなかね、そこまで考えられないので、常に考えとく、本当に流れ星が落ちた時に3回ね言えるようなぐらい真剣に 頭の中も意識、あ、強くこう願い続けることができれば本当にそれを引き寄せることができる、ね、うんうんうん、それは全てあの電気信号で気を流す周りの引き寄せ効果っていうのはねかなりあると思います。面白い。あ、もうそれをセミナーとかでお話しされてるってことですか、はい、でとにかくあの頭の中で考えたことが全てもし言葉に出さなくても人に伝わったらどうしますかっていうことを言うと、うん、悪いことを考えないですよね。そうです ね、うん、ね、だから常にこうみんなのためにやっていかないと、すぐこの人悪い人だってバレてしまうんで、バレちゃいますね、はい、そうすると必然的に人のことを思って自分もね愛し、人も他人も愛せるようになるかなと思って、うん、そういう意識を持ってもらえればみんな幸せになれるんじゃないかなというようなセミナーをさせてもらって、すごい。またなんか私もそばからね、いい波動をエネルギーを感じながらね、まあ、決していい人を装うとかじゃなくて、うん、とにかくあの自分の夢をしっかり持って、うん、その願うんじゃなくてね、しっかりと気持ちを整えてやっていければいい。思い続けながら、その思い続けた中から行動に促せるような何かを、そうですね、あのひらめきとか出てきたら、はい、そうです、キャッチして行動に生かして、はい、そうやっていくっていう、はい、そうです。わあ、でも本当穏やかなエネルギーで今私の眠たくなると思いますけど、セミナー行くと眠たくなる、ね、声もそうですよね。あの夏井さんの声もすごく癒しになってますけど、ね、であの先ほどもねちょっとあのラジオ始まる前に伺った話なんですけれども、夏井さんのお名前がまた
面白いんですよね。そうなんです。広久さんっていうあの名前は本名でもあるんですけれども、あの名刺の方に書かれていた広久さんの漢字が、実はあれは沖縄のユタですか。そうですね、沖縄のユタさんに、まあさんいうか、まあ、占い師的な、ね、はい、方に、漢字当て字を、ね、いただいたということで、吉久さんの吉はあれは漢字で言うと何ですかね。か、あの渡嘉敷島のかですね。なんかいい言葉を言おうと思ったんですけど、なんか渡嘉敷島かって思いつかなくてごめんなさい。でよく沖縄の方言ではね、かりっていう、あのめでたいっていうような言葉で、かりうしのかって、はい、ね、あの字なんですけども、うん、で久しいはあのね、永久の永久の久に、はい、で意味があるんですよね、おそらく。そうですね、うん、やっぱりあの美しいとかね、そういうイメージもあるし、うん、まあ、あの逆に沖縄語すごい好きだったんで、なんかあの字ってすごい沖縄をイメージする感じっていうのをそう感じてたんですね、昔から。私息子が一人いまして、はい、海地下って言うんですよ。え？また名前が面白い。海が近いっていう意味ですか？いや、あの美しい海を知るっていう。あ、美しい海、はい、海は海、海、海地下の海は山水の海で、海で地は知る、知る、はい、川はその下流市の川です。おお。で別に沖縄が好きだからって思ってつけたわけじゃないんですね。へえ、はい、ただあの下流市の川っていう、そうです、あの渡嘉敷島の川が好きで、画数とかいろいろ見てもらって、その中から漢字を選んで、まあ、海っていうのはすごいつけたかったんで。そうさ、海地下っていうか、あの私お笑い芸人の友近さんなんですか。地下で海が近い。すいません、大変失礼しました。それもね、結構不思議だなと思って。不思議。え、なぜかその漢字だけにはあ強いこだわりがあって、はい、そうなんですよ。でそしてユタさんにも言われて、そうで、ユタさんっていうか、こうその相談をした時もこの漢字の話は全然してないんですけど、この感じのイメージがいいねって言われて、でそれでもう広久とは読まないけど、このよしっていう字に久しいで広久って読んだらいいよって面白い。でも本当にいい名前だなって思って、私もそうです、ね、でも本名あっていうか本当の感じは違うっていうからね、はい、面白いなって思いました、はい、まあ、この名前つけてもらってすごく私も嬉しくて、その後の変化っていうのは、あ、やっぱりこの名前付け始めて、うん、やっぱりいろんな新しい方とも接することができて、うん、でとにかくね、あの面白いことに、以前は3ヶ月に1度とか半年に1度ぐらいしか沖縄来てなかったんですけど、はい、最近はあのペースが毎月、それはすごい、はい、もう大きな変化ですね。そうですね、はい、しかも沖縄好きに本当に惹かれて、そうなんですよ、もう本当に惹かれてますね、はい、今で将来、まあ、子供の頃、うん、その中学校の頃に一番初めに来た時に将来ここに住みたいなと思ってたんですけど、あ、もう将来移住決定ですね。だからもうじきちょっと今住まいの話もちょっとさせてもらってたり、へえー、はい、いやー、もう飛行機飛ばなくてもね、良くなる将来が今見えてます ね、 ね、そうなんです。いや、ぜひ移住しに来てください、はい、一生懸命願って、ね、あ、願って。私も願っておきます。はい、はい、いや、もうすごい面白い話まだまだ聞きたいんですが、またここであの一曲お届けしたいと思います。チューリップで夕日を追いかけてです。どうぞ。おー、しばらくぶりのふるさとはって、はい、この歌はね、なんかすごい思い入れがあるような感じするんですけども。そうですね、これ、うん、やっぱりもういくつかな、22で福岡、はい、ちょっと親と喧嘩、半分喧嘩したのみたいな感じで、神戸に仕事に行ったんですね。じゃあ、ちょっと喧嘩の原因もいいですか。まあ、喧嘩の原因とか些細なことですけど、うん、まあ、親父と馬が合わなかったっていうぐらいで、酒飲みの、はい、まあ、仕事はしっかりする賢い国立大学での頑固な親父だったんで、もう
なんかね、馬が合わないっていうか、やりたいこともいろいろあったので、あ、まあ、本当にこう夕日を追いかけてじゃなくて夢を追いかけてじゃないですか。おお、はい、そんな感じで神戸に行き、はい、神戸に行きで、やっぱり博多っ子だったんで、この曲を初めはどうも思わなかったんですけどね、何年か経ってこの曲を聴いた時になんかね、自分のイメージ、この田舎とね、が重なって、ふるさとを思い出す曲、はい、そう、だからいろいろ話するとやっぱり友達でもその博多で子供の頃を過ごしてて、まあ、青春期ずっと二十歳ぐらいまでいて、まあ、地方から都会に出てた友達に聞くとやっぱりこの歌が一番心にしみるっていう。なんか曲の出だし、私もちょっと初めて聞いたんですけど、うん、なんかね、ふるさといえば思い出しますね。そう、いいところですね。博多の昔のその街並みのこととかね、すごいこう、でフォークのね、このギターの音色がまた、はい、やっぱり財津さんとかチューリップのね、みんながやっぱり同じ思いをしてた、自分たちの思いをそのままね曲にしてるから、やっぱり同じところで育つだね、人間としてはやっぱり共感共鳴していくんだと思いますね。幼い頃は何かあのこんな風になりたいとか思っていたんですか？あんまりね、夢はなかったんですよ。へー、この頃体が悪かったんで、まあ、喘息とか、あ、そうだったんですか、はい、でどっちかというと病気持ちだったんで、はい、運動会とかも遠足とかもあんまり行ったことないようなね、小学校の頃は。あ、そうだったんですね、はい、で中学になって陸上部を始めてちょっと元気になったかな。あ、そうだったんですね、はい、まあ、その頃からいろいろ小さい頃からこう解体屋さん行ってエンジンとかもらってきたから、その機械物はすごい好きで、うん、高校生の頃になって免許取るとずっとオートバイ乗って一人でいろんなとこうろうろして、うん、放浪性があったのかな。やっぱ中学校の頃から、うん、まあ、小学校から自転車でうろうろしたり、中学校で沖縄に家飛び出して沖縄に遊びに来たり、すごいですね。免許取ったらほとんどもう学校行かずにバイクに乗って鹿児島行ったり京都行ったり、ふっといなくなる子供でした。で、機械に興味を持ったきっかけっていうのは、お父さんかお母さんきっかけ？いや、全くないんですよ。理由もなく、なんかあれすごいなっていう好奇心から始まってですか？そうなんです、はい、あ、やっぱり本当に好奇心は根っからあったんかもしれないですね。深いですね、うん、今にも続いてるっていうことは、ね、すごいな。松井さんって面白いですね。そうですね、ありがとうございます。いや、本当に本当に、まあ、それがきっかけでね、本田技研とかちょっとあのレース関係の仕事もさせてもらってたり、面白いですよ。そうそう、本田のね、あの総一郎さんの、はい、ね、あの会社の方にも勤めてたっていうことで、はい、会社って本田レーシングの下請けなんですけど、そのモトクロスのちょっとチームの、あ、チームの、あ、チームのサポートで、あ、メカニックで全日本ずっと回らせてもらってたり、はい、結構有名っていうかね、日本のトップ優勝もしてくれたこともあったんでね、全日本チャンピオンになった選手とか若い子育てたりで、ホンダから来たエンジンを、まあ、選手に合わせて乗りやすく作り直したり、まあ、データをホンダに渡したり。え、じゃあそのモーターとかそういった機械関係に携わるようになってから、エネルギーとかその微振動とかに興味を持ち始めたんですか？そういうのもありましたね。はい、何がきっかけで微振動っていうところにまで行ったんですかね、行き着いたんですか？まあ、最終的に微振動に行ったのは、まあ、モータースポーツの仕事を辞めてからなんですけど、はい、でやめて、まあ、いろいろ、そろそろ、はい、早い、ちょっと終わるので、はい、あ、そうなんです、ちょっと CM 行かないので曲から先に行きます。はい、さて最後のコーナーです。やりたいことをするための第一歩、今週の名言。
このコーナーでは私の好きな本などを紹介して、その中のメッセージや私なりの言葉をお伝えします。今週の名言は、お金のためではなく愛と貢献のために仕事をすれば経済状況は悪くならない、by 井上博之さん。今日は井上博之さんの学びをお金に変える技術というセミナー DVD の中からお伝えしました。DVD を知ったきっかけは、インターネットで渡辺薫さんの記事を読んでいるとき、その中で本を紹介してくださっていたんですが、いろいろと調べていると DVD にもなっていると知って、早速TSUTAYAに行ってきました。そしたらなんとレンタル料が1週間で100円だったので、そのままあの学びをお金に変える技術だけではなく、私の人生に奇跡を起こしたマーフィー100の言葉という井上先生の、こちらの DVD までお借りしてきたんですね。で、メインである、学びをお金に変える技術っていうのが気になりまして、その DVD を見たら、お金の前にまず心の在り方を整える、人としての人間力を高めることも重要、そしてお金を増やす方法も考える必要はもちろんあるが、その前に人間力があって、そこに人は感謝してその思いがお金として支払われるのだから、そこも重視して磨き続ける必要があるということでした。井上博之さんは北海道生まれ、医療法人社団井上歯科医院理事長、歯学博士、経営学博士であり、臨床教授を務める島根大学医学部など国内外4つの大学で講師活動を行うと同時に、著者、メンタルセラピスト、経営コンサルタント、講演者として多方面から評価されています。また、世界でただ一人のジョセフ・マーフィー・グランドマスターの称号を授与され、潜在意識とミッションを掛け合わせた独自のライフコンパス理論をセミナーや著書で紹介し、数多くのクライアントを成功に導いています。気になった方はぜひ本や DVD、公式サイトなどぜひ目を通してみてくださいね。この番組ではあなた自身、あるいはあなたの周りにもやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちを募集しています。周りにいらっしゃればぜひご紹介ください。県内、県外の方を問わず、グローバルに幅を広げていろんな方々をご紹介していけたらと思います。メールアドレスは797@fmginowan.com、 FM ギノワンのホームページよりユーストリームやツイキャスで映像と音声をお楽しみいただけます。ツイキャスの方にもどしどしメッセージをお寄せください。はい、ではあの夏井さんのですね、座右の銘もお聞きしたいんですが、はい、座右の銘ですか。座右の銘、はい、はい、日本人は失敗ということを恐れすぎるようである。土台、失敗を恐れて何もしないなんて人間は最低である。最低って言われましたね。そうなんですよそれが先ほどの、本田、はい、総一郎さんの、はい、本田総一郎さんなんです、名言なんですよね、はい、そう、やっぱりそれを選んだ、やっぱり失敗、子供の頃から失敗するとすごく怒られるっていうことがね、日本人ってすごく多いと思うんですよ。失敗、僕は失敗をやっぱりすることはやっぱりその好奇心でもあり、その先をやっぱり考えてこういうことをやりたいっていう意識があるから失敗するんであって、その失敗は全て宝だと思うんですね。積み重ねていく上で人間力にもなるし、まあ、知識にもなりますよね。そうですね、はい、だから失敗はやっぱりある程度の失敗は多めに見て、失敗があったこそ今の自分がいるんだ、人間がここにいるんだっていうのをね、やっぱりかみしめて、もうだからあの子供とか一緒に仕事してる人たちはもうどんどん失敗してもらいたいなと思って、あ、じゃあどんどん失敗しましょう挑戦しない、ね、挑戦するっていうことはやっぱ失敗を、ね、怖がらないということなんで。そうですね、はい、私も時々勇気を出したり、そうなんです、なんかあの引っ込み思案になったりの繰り返しなんですけれども、はい、結局そこですよ ね、 ですね。だから今の本田技研があるのも、あんだけの失敗を多くやって、それを
最初に思った夢に近づけていって夢が現実になってるんで、今の本田技研があるしと思ってね、やっぱりどんだけの人が涙流して失敗して、まあ、確かにかなり怒られた人もいるでしょうけどね、でもそれがやっぱり肥やしになり自分のプラスになることなんで。そうですね、失敗をバネにして自分の夢を、はい、あの諦めずに、そうなんですよ、追い続けていく、はい、そうすればね、かな、はい、成功するまでやれば成功だ、松下幸之助っていうのもあるしすごい夏井さん、はい、いろんな引き出しがあるんですよね、まあ、あのまたね後半であのお話少しあのお聞きしたいと思います。ではここで最後の曲をお届けいたします。サンタナで哀愁のヨーロッパ。あの有名なギタリストさんですよね、サンタナさんって、はい、またなんで哀愁のヨーロッパなんですか。ヨーロッパ、沖縄じゃなくてこれヨーロッパね、なんでかなと思ったけど、あのバンドしてる時に中学校の頃、そうそう、バンドされてるって言ってましたよね、はい、あのポジションは ベースあ、なるほど、だから、はい、そういうギター系とか系で音色に惹かれるわけだ、うん、中学校の時に、うん、あの文化祭で一人ギターめちゃくちゃ上手な子がいて、うん、サンタナこれコピーして弾けたんですね、同級生で。どうしてもサンタナやりたいなって言って一生懸命勉強練習して、みんなで初めて人前でやった曲がこの曲。あ、そうなんです。ラチさん自身が、そうです、そうです、そうです。すごい、だから一生懸命、すごい思い入れのある今でもされてます。今もうやってないです。あ、もう今、はい、もうじゃあそのベースから離れてそうです、ね、どれくらい、あ、もうだから10年どころじゃないですか、はい、もったいない。お互い乗り始めてそっちにべったりになって、ああ、そうかそうか、また興味が変わって、はい、そうなんですよ。まあでも音楽ではなんか恋しいなとか、そうですね、そういう時に聞いて、今は三振とすっかり沖縄色になってる、ウクレレと練習したいなと思って持ってるんですけど、ね、あ、できそう。しかもなんか三振片手にセミナーとかもしちゃう、ね、波動研究が面白いかもしれない、ね、ちょっとじゃあ三振一生懸命練習しようかな。だって三振だってあの音色で波動でしょ。そうです、そうです、あの、ね、ビンビンビンってね、そうですよ、心地よいね、うん、すごい落ち着くし、三振はすごい好きですね。いや、そういうなんか音色のお話とかするときに、うん、はい、三振であのなんか例え話をしたりとかしたら面白いかもしれないですね。いいですね。あ、なんかなぜか私またアイデアが、アイデアが降りてきましたね、はい、やってみますか嬉しい、はい、いや、すごいな、うん、三振、ウクレレはまたなんかハワイっていう感じとかしますけどまあ、うん、ウクレレってちょっと持って、うち近所に淀川って流れてるんですけど、はい、散歩しに行くときにウクレレ片手に行って、うん、ちょっと練習するのにちょうどいい大きさでしょ。ああ、自転車にポンと積んで走っていけるんで、まあ、そういうのもあって小さい使いやすい楽器ということで、ちょっとウクレレ興味があって。なんかお教室とかにも通われてるんですか。いや、そういうのは一切なしです。インターネット見ながら独学で本買ってきてまあそこまでで、ね、自分の好きなようにやれればいいかなと。でもさすがあの研究家ですね好奇心と研究だけであの基本的に頑張るとか努力っていうのはあんまり好きじゃないんですよ。うん、好きだから勝手に、はい、自然にやってるっていう、はい、だからもう好きこそね、なんとか物の上手なれっていう、ね、そうなん。はあ、夏井さん面白いこれもね、スポーツ選手から僕教わったんですよ、はいはい、みんなから頑張れ頑張れって言われるのあんまり好きじゃないんですよねって言われる。トップのアスリートさえ、はい、そういうことを思ってらっしゃる。僕楽しいからやってて、楽しいのを追求していくとね、勝てるんですよ。だから嫌な時は絶対にトップになれないの。でも楽しさをどん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 盛り上げて、ポジティブにこうイメージトレーニングして、本当に楽しいなと思った時は結構いい成績出るんですよね。ちなみにどの方ですか？吉住さんたちもそうだし、うちの息子もちょっと自転車乗ってて、トライアルっていう競技で世界選手権とか出てたんですよ。すごい。はい。
息子さんもまたすごいですね、うん、まあ、うちの息子もいつも言ってたんでね、うん、あとモトクロスのライダートップライダーたちもそうでした。努力してこんなにできない、うん、そう逆なんですね、うん、楽しさが楽しさなんだ、やれば楽しいから伸びるんだっていう。なるほど、やれば楽しいから伸びるんだ。だからみんなに僕は楽しさを教えたいっていうのが、うん、うちの息子とか僕がいろいろ付き合ってきた選手たちは、子供たちに練習方法を教えるんじゃなくて僕は楽しみを教えていきたいんだっていう子たちがね、そうするとその子たちはすごい伸びます。いやー、なんか今名言のような感じでしたね。楽しさを教えるエンディングしていきます。さて、お送りしてきましたしののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちですが、お聞きの皆様は楽しめましたでしょうか。じゃあゲストの夏井さん、はい、今日はいかがでしたでしょうか。今日はありがとうございます。ここのから見る沖縄の海がねすごく綺麗でさっきからすごい癒されてます。そうそうそう、左手の方にねそう、あの広い海がね、地平線も見えるんですけど ね、すごい綺麗ですよね。癒されました。私もなんか夏井さんに癒されました。しかも勉強になりました。ありがとうございます。あの今後のね、あのセミナー活動などについてまたあのお知らせしたいことなどありましたら、ぜひよろしくお願いします。そうですね。来月、まあ、3月も8日から14日まで沖縄来てるんですけど、はい、あのちょっとまだ日程の方ははっきり決まってないんですけども、まあ那覇市と、読谷村と、名護の方で、まあ、ちょっとこじんまりしたお茶会お話し会なんですけども、やっていく予定にしてます。またご興味ある方がねおられましたら、あのこちらの方相談していただければ、そういうお話もさせていただきますので、またぜひお呼びください。よろしくお願いします。はい、あのそうしましたら、あの、このチェック確認する場合は夏井さんのホームページとか見たらいいんですか、ね、あるいは私の方に伝えて私のブログを見てもらう。そうですね、ブログを見てもらった方がいいですね。わかりました、はい、またお伝えしておきます。はい、じゃあ私の方に告知が来ましたら、また私のブログでもあのお知らせしたいと思います。はい、はい、じゃあ皆さん、夏井博久さんの、まあ、波動にね対する、あるいは波動と心に対するねお話とか聞きたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ夏井さんをお尋ねいただけたらと思います。はい、では、来週も同じ時間にお会いしましょう。お相手は私しのと夏井博久さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではさようなら、また来週。いやー、よかったです。ありがとうございます。本当にやっぱりなんか愛と貢献ですね。これもいいこと。だから本当になんかね夏井さんと打ち合わせしてないのに話がつながったなと思って、すごいです。やっぱり愛と貢献ですよね、本当にね、はい、じゃあまあ動画の方はまだ続いてるんですけれども、はい、何かあの切る前に一言メッセージありますか。メッセージですか、はい、思いは皆さんに、ね、通じるんで、うん、しっかりと自分のやりたいことを計画的に考えてやっていきましょう。とにかく楽しいことをどん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 考えて。あ、そうですね、楽しいことを常に考える。はい、いいお言葉いただきました。ありがとうございます。私も実践します。はい、それでは皆さん、また来週。失礼します。ありがとうございます。